士山見える。今日は江ノ電に乗って江ノ島に行こうと思っております。やばい、超めっちゃいい天気だし暑いし、よかった。江ノ電って可愛いよね、うん、なんかねレトロの電車みたいな、うん、しらす丼も食べる。江ノ島ってめっちゃ好きなんだよね私。ここ住みたいなって思ってたって覚えてる。今日どんな感じなのかな。食べ物もいろいろ食べてみたいなと思って、食べたことないものも。江ノ島の雰囲気が素晴らしい。まだついてない。人がすごい。今朝の10時だけど、すごい。見えるかな？見て、こんな混雑な。江ノ島って全部美味しそう。見てこれ、江ノ島プリン。何そのアイス。呼んでるよ、今の。お弁当。絶対やばい、これ、マモ。悪魔の島だ。江ノ島来ました。海の潮風、めっちゃ気持ちいい。一旦エノパスを買いに行こうと思ってます。エノ島、海めっちゃいるよ。待って、みんなに見せたい。見てください、サーフィングしてる量。やっぱみんな喜んでるよな。もう天気もいいしね。ちょっと太陽が強くてサングラスつけてるけど顔全く見えないんですね。めっちゃ、おー、富士山見える。雲だと思ったわ。見て、富士山だよ。富士山よく見つけたね。誰も気づいてない。かっこいい。え、雲だと思ったマジで。さっきみんなに見せてよかった。今日の江ノ島の動画の目的はちょっとブログしながら食べ歩きとかやろうと思ってるんですけど、生しらす丼も食べようと思っております。生しらす丼好きな人。やっと着きました。マジで美味しそうなものいっぱいあって、ダメだ。おー、かわいい、ハートついてる。カツ丼美味しそう。エノ丼も美味しそう。全部美味しそう。今日はグルメのマラソン大会だから、もう半々にして玄徳と半分毎回食べて、いろいろ食べたいなと思ってます。今から江ノ島の超有名なタコせんべいを食べようと思っております。見て、本当にタコ入ってるような、こうすごくない？足とかめっちゃ薄い。美味しい。ちゃんとタコの味してる。ちょっと海の塩がちゃんと効いてて、イカせんべいよりはちょっとしょっぱいかも。もうなんかめっちゃ美味しそうだけどな。めっちゃかわいい。ありがとうございます。貝食べれないでアレルギーしてるんだけど、この貝だけはちょっと食べれる。なぜかという人生初のサザエ食べます。めっちゃ嬉しいんだよね。味全然違うけど、モナカです。ここの手作りのモナカらしいんだよね。かわいい。和風の味。抹茶アイスめっちゃ美味しい。冷たくてなんか気持ちいい。今日暑いしね。めっちゃ涼しいね、ここ。本当にもう今真夏って感じがして。カピバラがいるらしいよ、江ノ島。カピ、なんか江ノ島にこんなに神社上がるの覚えてなかった。ちょっとめっちゃ多いよね。めっちゃ多いんだけど、なんかすごい独特な神社で超かわいい。都心集まりしに来た。江ノ島に行くと10種類あるんだよ。10種類ってめっちゃ多くない？3年間日本に住んでたんだけど、御朱印の存在全く知らなかったんだよね。パパから教えてもらって。あ、ここ覚えてる。ママと一緒に写真撮ったでしょ。すごい。ここの景色見てください。海と鳥居の赤い色と木の緑が最高の組み合わせ。すごい綺麗。皆さんと一緒にここいたいな。みんなに共有したいなと思ってます。この景色すごい綺麗。見てください。ここの江ノ島のフレンチトーストって知ってますか？おお、すごいすごい。来た、いる、上に。
怖い、なんかすごい怖いんだけど、私のすぐ上に今止まってて、何すごいね、怖いんだけど。江ノ島のフレンチトーストって一応日本の初めてのフレンチトースト専門店らしいから、はい、ちょっと気になりますね。フランス人としてはちょっとフレンチトースト食べないと江ノ島から帰れませんので、今からちょっと散歩して食べましょうか。江ノ島のシーキャンドルまで来ております。この景色がやっぱり江ノ島の代表だよね。シーキャンドル登ったことないからちょっと今日登ればいいなと思うんだけど、一応ガイドで見たところ夕方の方がいいらしい。すごい普通に階段降りたらもうここまで来た。さっきここのスポットって夕方が一番綺麗らしい。なんか神奈川の一番綺麗なスポットって選ばれてるらしいんで、すごい想像できる。しかも天気がいいと聞いてすぐ真正面で富士山見れるらしいよ。めっちゃ見てる。やっぱここ絶景だからね。あれが生の水族館って感じしない？自然の作りみたいな。え、すげえ。まだすごかったよね。綺麗だけどギリギリ怖いって感じがするね。今日は全くあまり風がないのにこんだけでかい波が来るのは面白いよ。そこに釣りをする人ってめっちゃ良さそうだな楽しそう。何釣れるかな、ここに。だから神奈川ってなんかマグロのイメージもあるんだけど、マグロシラス？上もかっこいい、なんかすごい崖。すごいね、ここ絶景で。しかも今日の天気で寒くない。風があってもなんか南風だから気持ちいい。うわ、大丈夫ここ。え、あ、なんか気持ち悪いね、マジで無理だわ。え、冷たいし、なんかそれそうでしょ危ないよ。花とかすごいね、綺麗。カップルのために作られたみたいな。でもさ、結構アワンディーヌ最近食べてたからさ。いや、わかる。すごい最近さ、めっちゃ食べてるんだけど、結局今出張中で全然運動とかしてなくてさ。今日は よくやった、ママさん。いや、でも怖いのはね、階段を登るだけですごい息切れしてるし、こんだけ運動不足してるんだ私って今気づいたんだけど、これからまた筋トレとか行こう。今はね、恋愛の鐘に来てるんだけど、この鐘を鳴らせばなんか別れないらしいんだけど、鳴らしてみて別れるのか検証してみましょう。ここから20年間の企画にしますせーの、しーで音でタイミング合ってねえじゃん、ケント君下手くそよ。せーの、しーですごい音した、意外と鐘の音好きなの。いや、鐘の音が好きだけど、真正面だったらさすがに耳が痛いんだよなって確かに江ノ島って結局龍が有名でしょ。これも龍の鐘だし、あっちも龍の洞窟で龍の神社とかもあって、龍が有名だよね、うん、あ、すごい涼しい。木とか植物があってすごいリフレッシュ。なんか南の島に来てる感じがしてて、江ノ島ってすごい沖縄思い出すんだよな。すごい、なんかもう海とヤシの木と暑さ、もう夏完璧だね。これ海行きたい、これ見たら水に入りたい、暑くて。すごいな、猫ちゃん発見。江ノ島って猫の島らしいんだけど、今日は1匹。すごい、なんか太陽の下で寝てて気持ちよさそう。私も一緒に寝たいな、ここでね。ドンカフェっていうところで、一応シーキャンドルの近くにあるフレンチトースト専門店に来てます。景色やばくない？そう、景色やばい。しかもなんかタカとかがいて面白いんだよね。めっちゃ可愛くない？フレンチトーストで、今日はこのお店の一番有名な味を選んでいて、クレンブルーレ。これもフランスのものなんだけど、クレンブルーレのフレンチトーストとベリーのアイスがついてます。めっちゃ美味しそう。
そうでフレンチトーストってよく食べるんだけど、あの専門店とかレストランで食べないんだよね、いつも。これめっちゃプリプリしてるよ、ほら。でこれね、なんか一旦割って、でここがすごいパリパリなのに下がムニャムニャクリームみたいな、最高じゃないですか。おお、すごいクリーミーな皮、伝わるのかな。アーモンドかけて、あとちょっとアイスだね。いただきます。めっちゃ美味しい。フレンチトーストじゃなくてケーキ食べてるみたい。卵のプリンに近い食感、すごいな。フランスとなんか変わる？フランスで作るフレンチトーストはね、バゲットで作るんだけど、うん、あの硬いバゲットで作るんだよ、うん、だから発祥はもともと古いパン、食べれないパン、硬すぎるから食べれないパンは牛乳と卵の中で入れてちょっとムニャムニャさせて焼く、うん、柔らかくして食べるため。そうそう、なんで食べ物をあんまり捨てないためにフレンチ一応フレンチトーストと作ってたんだけど、今回はあのもう元々柔らかいバゲットで作ってるから、そこがちょっと違うって感じ。面白いですね。この天気だともうアイス最高だ。クレームブリューの甘さとベリーの酸っぱさがすごい合う。なんかね、景色は素晴らしい。こんな感じで本当にもう最後のシラスの食べ物になるんですけど、なんとシラスのアイス。待って、カラスがめっちゃいて怖いんだよ。ちょっと今日の暑さは多分アイスの状態でなんとかわかると思うんですけども、今1分だけしか歩いてないのにもう溶けてる状態で、早めに食べないとやばいかもしれない。だからどういう感じなのか、ちょっと魚の味するのかな。これって超不思議なんだけど、アイス自体は甘いのにシラスがめっちゃしょっぱい。身は歯ごたえがあるから、結局イメージ的にバニラアイスにしょっぱいのキュウリを詰め込んだみたいな感じ。キュウリの味する、すごい不思議だけどめっちゃ美味しい。甘辛みたいな感じ。シラスって何でも合うよね結局。次はマグロの唐揚げなんだけど、見た目的に全然マグロって分からない。ちょっと気になりますね。食べます。いただきます。パリパリ感あるし、中はマグロだから結構とろけるんだけど、魚の味があって、鶏の唐揚げよりはさっぱりしてるかもしれない。へえー、そうなんだよ。肉よりはボロっぽくない感じがするんだけど、江ノ島グルメ超美味しい、本当に。今日一日ね、楽しいグルメ一日だった。天気も最高でね。普通にチキンの唐揚げよりマグロの唐揚げの方が好きかもしれない私は。そう、よかった。食感と味的にはすごい柔らかい。今ママとパパのお土産を探しているんですけど、何がいいかな。生しらすの生姜とか絶対美味しい。生姜の生しらすとアナゴワールというつまみゲットしました。楽しかった。初めて夜こんな気持ちいい空間で江ノ島から帰ってる感じです。何が一番楽しかった？なんか食べたことないものをいっぱい食べてすごく楽しかったんだけど、なんかその食べ物とあと緑の空間、南国みたいな感じでめっちゃ好きだった。すごくなんかプチ旅行のグルメ旅って感じがしてて、まあ今のところは神奈川の第一、グルメ旅がめっちゃ良かったなって、結構満足した。また行きたいなって、本当に楽しかったんだ。神奈川ってこんな美味しいものがあったらすごい、なんかもう横浜の中華街とか楽しみにしてるんだけどね。ですごい綺麗、後ろの景色、光のあるところも。じゃあ今から一応藤沢に帰ります。いかがだったでしょうか。皆さんはこの動画について何かご意見があればぜひコメントで教えていただければと思います。
あとは皆さんの一番楽しかった自分の個人的な旅行がどこだったかもコメントで教えていただければと思います。皆さんの経験とかも結構気になりますのでお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。